のなんか明るい感じになってるような画面が。時間帯の問題なのかな。でも夜暗い状態でもそれなりに明るく見えるような設定になってたことがあったような感じがするんだよな。草外した。もっとかな。動きがすげえな。エイム力の勝利かな。狙われてるのは分かったけど、ちょっと動き出しが遅かった。グラップルグローブを使って逃げるっていうところの判断を下すまでのスピードが遅かった。カメハメハって。カデ。もう喋り出しが始まってんだから。まあでもその時点で、逃げたあいつを狙ってるのか、それとも途中にいる俺の方に撃とうとしてるのかっていうので迷って。喋りが終わるぐらいのタイミングで、まあ、周りが青くなって俺を狙ってるってことが分かって、で、グラップルグローブを使おうとして逃げようとするっていうところまで、撃たれるまでにそこまでに思考が追いついて手を動かすってことまでに到達しないのがあれだな、マジで。考えながらやってるからダメでも、そこぐらいぐらいで思い当たって、グラップルグローブでダッシュで逃げるっていうことをしないと、その辺が考える人間の弱点だよな。行動に移すまでのスピードが遅い。考えるがゆえにっていうことだな。だからできるだけ事前に考え尽くしておいて、実際に行動するとき、動くときっていうのは、もうその考え抜いた結論に基づいて、こうするっていうのをもう事前に決めておいて、で、行動するときはその通りに素早く判断、決断して動くっていうことができないとダメだっていうことだよな。それがドントシンク、フィールってことだよな、と思いますね。はい。考えるんじゃない、感じるんだってことですわね。はい。考えてある程度頭を使うことはいいことだけど、考えすぎて時間を取られすぎるのは悪いことだと。そういうことですわ。